あっさりしらすポン酢と食感がたまらない軟骨の唐揚げ。うまい。うん。ほんまや、始める合ってるやん。スタンドゴンタ、スタンドパヤゴンタ、え ゴンタパヤ、パヤ違うねん、これパヤ店長パヤ店じゃない。190安いよ。190これ。あっさりしらすポン酢と食感がたまらない軟骨の唐揚げ、ふんわりヘルシーイタリアンチーズオムレツ。家で一人飲んでたらさ、めっちゃ飲むじゃん。飲んでるのメキカン感覚だよね。喋れるとかじゃないの？基本はだから毎回と同じ量っていうか、炭酸水2リットルね、うん、塩は。おそれを1リットル1回で、うん、炭酸水2リットルを使う。おあるってこと。2リットルってめっちゃ飲んでる。酒の量が問題もんな。そうけど炭酸水ってさ、2リットル売ってないよ。だから1リットル2本。あすごいね、そのまま飲むな。飲まなあかんの、それ。ルーティン、ルーティン。癒し、まあ癒しでもあるというか、リセットというか。いやこれ思うんだけど、でも一人好きなんかなって意味で。あー、まあ、そうそうやね。もちろん俺親友ヨシエだけって言ってる。だからほんまに言うじゃんな、人と交わらないから。だからこの俺人が好きやからさ、だからラオウみたいな感じやったら、ラオウそうラーメン出してもらって、そっちのラオウじゃないじゃん。魔王で出してくれるのかなと思って。ちゃう、日清の魔王で。ちゃう、違うの。日清の魔王やけど、日清魔王だよ。スペア、うまいな。酸味と甘みでいくから。日清の魔王ラーメン、酸味プラス甘みで、うまみで。タトゥーで酸味足す甘みで、ここで旨味にするやん。で俺パヤにするやん。ダサいって。恥なよ、そのっていうの入れるな。愛愛愛はもうもう大喜利やれてる。愛はもうもうな、本当に。じゃあなんかその代表作作ってほしい。俺はできてるやん、酸味足す甘み、パヤ、うん、あとこの字が違う、アヒル口、アヒル口をこれできるをここに自画像、自画像ええー、わ。普通にアイロンジンって持ってるぞ、一応静みたいな、やっぱ何年か。いやー、癖つく。そんななんかグローブの癖つかしてまさに持ってたりして、ちゃんとロイジンも塗ってここに、ちゃんとね。そんな整えてええけど。俺も酒つけるば一人好きじゃないからさ、お酒飲むのも楽しくないんだけど、飲んでる人って楽しいから、めっちゃ羨ましいなと思う。じゃあやっぱ日本飲めんって多分その時間まで好きやな、ね、それは自分の時間としてさ。そう酒も自分の時間がいい。趣味やな。そう僕は趣味やな、ほんまに。そう、あとあれや、やっぱもう実家に住んでて母さんの飯がうまいっていうのが。ああ、それはでか。結局俺ポテトチップスで俺飲めへんねん。ああ、それでかいですね。じゃがりことかポテトチップスだけやったら俺多分そんなの飲んでないと思う。だから飯がうまいから。いや結局飲んでまうねん。今度から3人住むけどさ、そうなった時に。けどマークじゃん。聞いてないラグビー部でな、定期戦だった高校時代。西宮と。西宮とラグビーってほんまその紳士のスポーツで言われてる。はいはい、はい、試合終了後何年か出たら仲良くなるから紳士みたいな。何やったっけ、アフターマッチファンクションみたいな。はいノーサイド。そうノーサイド。ノーサイド。それは壁をなくしましょうと。僕らがラグビー好きな仲間じゃないですかって言って、定期戦で毎回こうありがとう今日はって言ったら、お互いの親がご飯作って。めっちゃあったかい。生徒の親がご飯作って全部こう食べてうまいなっていう、たったか大と絡むね、後輩とかだと。お互いの親の飯食うってすごい。全員全員やで、やっぱすげえ。一人一人で俺の親だけ全部余ってた。ご飯美味しくなさすぎて持ってきたちょうど1割ぐらい減って終わった。こんなにあったかい話してこんな悲しくなるすごい。あの時俺はおかんに食ったって言いたいから全部一人で食って、そうみんな食ってくれてたね。もう一個悲しかった。それね、やめろってお前。で練習終わった後に出てきたら何キロの煮物ふざけんだってブチ切れた。それは切れる。やっぱ何キロの煮物な、かぼちゃの煮物な。オンリーやね。まずマークのデータは10時集合。早いか。いや夜やろ。
あ、夜。うん。まあもう10時15で飲み屋でここ予約してるから。もうこれがマーク。感じ悪いな。予約してこれじゃだけで女の子キュンってことだね。あ、私のために予約してこれた。そうなの。俺らから来たらもうスケベの心しか見えへんやんっていう予約時間やけど10時って。うん、それはあるよ。パヤマはやっぱもう。パヤマはやっぱ10時ぐらいでも呼んでくれて予約してくれてありがとうって何なの。パラヘン予約ラボはやんな。予約はラボ集合ラボ予約やろ。だってそれ予約してるから予約やラボの予約とかないやろ。あれ最悪やあるねラボ予約できんじゃん。あるねマジでるとこができるみたいできるみたいしてるやん、うん、兄貴何回やったことあるの。4回ぐらいクリスマスとかそういうとこで混むからクリスマスはどう無理やろ。結局クリスマスはビジネスホテルがいいもんね。いやクリスマスはっていうかもう今多分ビジネスホテルの方がいいんじゃん値段的に。もうそうやし清潔感もそうやし、うん、いやラブがあんま感じないなっていうビジネスホテル違うやん。ラブ感じない。ラブはってもうまんまやん、うん、セックス分かりやすすぎるやん。 そ, うそれがもう恥ずかしい年齢になってくるやろ、ね、全然だからポイントとか食べよってるの。まあ中島美景色って絶対言うなよ。歌で嘘そんなやつ湘南の風好きって言ってやめてくれよ。風一族風一族だった。あえてラブ行って何もしないとかあるもん。ラブの何のジラシなの。変な使い方すんな。ラブ行ったらさ女もそのけなるやん。お風呂も入るすねえ。いや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 、ほんで帰んの。ほんで勝手に帰られてる寝てる間に逃げられただけじゃん。めっちゃ電話してる。気づいたらごめんごめん違ってんってもうちょい待ってんってすごい後悔してるやん。めっちゃ後悔じらしミスじらしミスはあるじらしミスこれだけ注意してみる。焦げちゃった焦げちゃった。女心って焦げやすいでもうちょいもうちょい女心って焦げやすい。焦げやすいやめてよろしく。やめてよろしく。焦げるからね。オリーブオイル引いてオリーブオイル痩せたいからね。ブラックペッパー女の子年代から俺米油引いてます。なんやこのちっちゃい耳は。耳はちっちゃい。どこに注意してんの。耳はちっちゃい。あけろみんな元気そうに住んでるわ。誰が高尾とチエコおんの。こっち手振ってた高尾とチエコ。こんにちは言うてた。静かとマサル持った。うんこんにちはじゃなくてこんにちはって言ってた。わーがこうはんなりしてる方のわーやった言うてた。ほなええわ見て見てやないで。みんな集まって分かりやすく生やしてんの。生やしてないじゃん。明暗を分かりやすく明暗は分かりやすくの1週間しか経ってないだけ。ただ単にチャーハンあげてるんだよ。めっちゃあげてる。チャーハンためるすごいチャーハンをためるなんて。噛むと被りやすくなってるからなあ。侍がそこを剃った理由が分かるっていうか。かぶりやすそうな頭になってるよな。最近実家にも泊まってたけど犬ここだけだね。悲しい。犬も理解してくれるんかと。はいはい、犬の顔とか舐めるのがある。なんだよな、そこめでてるというか。そう、ね、大丈夫か。そうそうそう。女の子に早起き。あ、俺が起こされるタイプ。あ、起こされるタイプ。女の子でも早起きか。もう基本10時起きたら間に合うからさ。了解。ありがとう。で、この女の子のネックスは起きるやん。この状況で。あ、こんな感じな。パッと起きて。なんで笑うねん。どこで笑うとかあって。え、なんで顔や。顔が笑うか。顔以外なやろ。いやいや、笑わんかったらおるわ。おるよ。寝起き。寝起き笑わんよな、それ。いやいや、わんかもうやってみ。寝起きチャレンジ。ないやん、じゃあ。寝起きチャレンジ。笑わんかったら。そう、笑わんかったから。そんなないって。どのタイミングで見たらいいの。手起きて、パッと横見たら。俺がパッと左見たら、いいよ。さあ、恥がそう。あ、ちょっと寝ますか。いやいや、笑わんって。もうえってわざと笑う。そう笑うとかなんの。絶対無理やろ。すごい。すごいやろ。違う違う。これ初めてタピオカ飲んだんか、俺。マジで。トゥルトゥルしてる。トゥルトゥルしてる。トゥルトゥルしてる。タピオカやんじゃん。ほんまにすごい。すごいないな。反射的に。すげえ、ないない。何やろ、何やろ。絶対的な存在。何やろ、いいじゃん。あれじゃん、古書媒。わかる。こそこそしてない。顔の小商売ね。何やろ、資格で言う小商売。超アメライト、俺。で、小商売だったら笑うっていう向きに。絶対、100% 無理なんですよ。そう、プラスにするのやめてるぞ。ほんまや。俺何個か大事な明日の予定忘れた。面白すぎ
嘘そう、記憶なくなって一番あげたよね、うん、笑わへん人の女の子、基本嘘起きた時もおかゆって寝てるやん、俺腕まくらして、うん、おはようでチューするからほんまにやあ、あれいやもう、転げ回って笑ってたん笑うかなんで笑うんですか、うん、笑わんすごめん、こっちから見て笑っちゃった笑ったらないよ、その距離でいや、その距離ってすごいやろなと思って今のことあれ、和洋の顔やからごちそうさまでした。はい、はい、どうぞ、はい、なんか、最後あるあ、サンドモンタやろサンドモンタ生えたなってます、そうや、スタンド早田、スタンド早田の、こちらが生えてんのね、お願いします、頑張って、はい、お願いします、スリーピングゴンタよ、誰がスリーピングゴンタよ、なんで寝てんねん、俺スリーピング、ね、眠た眠たさんやねん、いつ起こしてあげるやねん、しゃしゃ大変だけど、ゆとり行こうぜ、ゆるりらりで、ゆとり行こうぜ、ゆるりらりで。